はい、シンです。今回は前回の動画、東京駅近くのイルミネーションを見に行ったその流れで汐留にあるイタリア街の方へ行きたいと思います。今後はね、前回もお話ししたんですけど、こういう車好きの人が楽しいカーライフを送るインスタ映えするスポットだったりとか、美味しいご飯屋さんとかにみんなで車でツーリングに行くみたいな、そんな動画も撮ってみようと思います。じゃ次はイタリア街です。はい確か隼人君イタリア街で写真撮ってましたよね。撮りました。隼人君は1回イタリア街に行ったことがあるんですよね。はい、その写真を見させていただいたんですけど、はい、イタリア街って何時ぐらいまでやってるんでしたっけ。イタリア街12時になると、はい、建物の電気が消えちゃいます、はいはい、遅くても12時までには行って自分の車を、そうです、激車しないといけないと。そうです、12時を過ぎちゃうと撮ってる間に電気がパシャって消えちゃうんで、はい、なるほどです現在時刻夜の23時12分を回ったところです。大体ね、こっから 2.2 キロ、もう今銀座をちょうど通過したところで、この右側が前に動画で紹介した日比谷駐車場を選出する場所なんですけども、大体ここから2キロぐらいってことなんですね。そう。さあ、じゃあイタリア街の方へ向かってみます。もうなんか石畳みたいになってきましたね。そうですね、ここね、本当だ。これ JR 線の脇道ですね。ちょうど新幹線が走ってるのが見えます。 JR の前を通過します。石畳みですね、うん、ヨーロッパ、そう、ヨーロッパテイストの、さすがイタリア街ですからね。はい、着いた、着いた、着いた。ここですね、はい、あ、もうね、バイク好きの方とかもうイタリアから来てますね。じゃあこちら側回ってみましょうか。写真ポイントみたいなのは結構いっぱいあるんですね。あります、あります、うん、あっちの店の方です。はいはい、ハヤテ君あそこのお店の前で撮ってましたよね。そうです、そこのお店の前で撮りました。あ、もうこれはね、やっぱりバイク好きの方もいっぱい来るんですね。もう写真撮ってますもんね、バイク好きの方が。めっちゃ多い。写真撮ってますね。あ、ちゃんとしたカメラを持って写真撮りに来てますね。一眼レフとか。この辺のポジションで。そう、みんなこうやって撮ってるんで。あ、そうなんですね。じゃあ王道を行かせていただきます。この雪が顔だと。ありがとうございます。あれをこうみんな写真で収めてるんですよね。なるほど、この JRA をバックに収めてる感じで。多分ここが一番スポット的に良さげで、はい、みんなここ順番で撮ってます。こういう感じで後ろのこの建物が映る感じなんですね。そうですそうですそうです。これが一番綺麗だと思います。でもこっち側入んない方がいいんですかね。まあ、みんなそれぞれですね。だからもうちょっと後ろ側から撮ったりとか、はい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 、バックで一番撮りやすいところで。なるほど。そこはもうスペシャリストの。シミケさんにどういう位置がいいかとか、ねね、ちょっとアドバイスいただくのがいいと思います。このまま撮ると遠くなっちゃうじゃないですか。そうですね、ちょっと望遠してあげるんです。なるほど。じゃあこれ撮ってから後でトリミングもできるから。おいおい、セリショを超えるのはセリショだけと言いましたね。セリショの CM が、はい、ヨーロッパで撮影してるんで、こういう石畳の、はい、あ、そうですね、はい、サンマルのデビューの時の CM。ちょっと今日はヨーロッパ仕様っぽくいいロケーションですね。そうなんです、 C 仕様なんですけど、今日はユーロバージョンで、ユーロバージョンで B 仕様で。これは映えるぞ、映えるぞ。これちょっと街灯を入れたバージョンでいこうかな。また街灯を入れてるバージョンでもいきます。まあ後でトリミングができちゃうんで、はい、はい、すいません。じゃあ僕車移動させていただきますね。はい、じゃあ、あの、おいしいとこいただいたんで、あ、車好きみたいな人がやっぱ来ますね、たくさん。そうですね、やっぱり次々来るのみんなそれなりになんかこう写真映えを狙ってくるような車が
行きましょう。横から撮ってもかっこいいですね、シミケンさんの車。ああ、やっぱり映えますね。映えますね。映えます。すごくいいですね。街灯入れたバージョンなんですけど。はいはいはい。大きくすると。ああ、いいですね。シミケンさんの車撮ったらもう携帯いっぱいいっぱいになっちゃいました。いっぱいいっぱい入ります、いっぱいいっぱい。超長い。初めて見たこの光景。あ、シミケンさん撮っといたから。あ、本当だ、本当だ。はい、ありがとうございます。最高、最高。あ、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。カメラマンがちょっと何か指示をしてるんですけど。本当ですか。あ、なるほど、なるほど。監督、監督。監督いや、違う。ブラジス監督どこにいるの？後ろで、こうやれてるな。いいね、大丈夫。あ、いいですね。あ、かっこいい、かっこいい。あ、いいですね。もう、あきこさん、このために来てもらったみたいなね、ところありますからね。あの、彼女のいる車好きの男性の方は、こうやって車の近くに自分の彼女を立たせて。監督、次はどういう感じがいいですかね。本当ですね。フェンダー行きましょう。寄りかかるような感じで、まあ座るんじゃないけど、はい、座るっぽい感じでいいですね。あ、いいですね。うん、左向いてるのいいかもしれない。あ、そういう感じでいいかもしれないですね。完全な撮影隊です。カメ子たち。東京オートサロンでもいた。ありがとうございます。女子がいるとね。多分すごいかっこいい。自分が見てもかっこいい写真が撮ってると思います。やっぱり友達の女の子でも一人いると違いますね。そういうのはほら、また好きな人と好きじゃない人がいるじゃないですか。はいはい。あきこちゃん乗ってくれるんだよ。あ、どうですか写真。すごい、今の今日。インスタで使えます。そこを使います。わかりました。私のインスタの写真で一番いいねとか見てくれた人が多い写真が、一番最初にシンさんの方に来た時の、うん、後ろ姿のワンピースの、それを超える可能性ありますよ。あります。私ですからカメラは。一人で行ってみる。こういう題材にして、はい、もう車なしです。もう、あ、アヒルさんそれなんですか。あ、マイクです。あ、どうです。そうです。あ、なるほど、こういう感じに見えるのか。いいな。あ、いいじゃないですか。箱の写真ですね。はいはい。あ、これとかいいじゃないですか、角度。かわいい、うん、かわいいです。かっこいい。あ、ちょっとかっこよく撮れたんじゃないですか。はい、ありがとうございます、ね、やったじゃないですか、うん、いい写真撮れましたね。めっちゃ撮れました。うん、やっぱりシミケンさんの車かっこいいですからね。映えますよ。なんか今日一番得したのはあなたじゃないですか。あなた一番得してないですか、なんかね。そうかもしれない。ね、うん、イタリア街とかっこいい車と女性は似合うってことが今回分かりました。そうですね、はい、おすすめです。おすすめでした、ね、はい、撮りますか。あ、監督、これどうですか。あ、いいじゃん。うん、いいっすね。この中でも、はい、どっかでこう切ったみたいな感じじゃないですか。あ、なるほど。車全体でなくてもなんかいい大きさで、いろいろ車オープンって多分ね、もう分かってるけど、別に車種は別にいいじゃないですか、うん、自分がこういうふうにクローズアップしてると、うん、こういう感じ。あ、で、やばい。やばい。ここにちょっとタイトルが入りそうです。うん、あ、いいじゃないですか。いいですね。ねえ、うん、1200円です。1200円。はい、そうです。こんばんは。どうも。気抜いて捉えますよ。どうも、週刊文春です。どうも。すごいバイク乗ってるじゃないですか。200cc です。本当ですか。わ、すごいじゃないですか。一人で走ってきたんですか。わ、すごい。一人で走ってる。あ、もう最高ですね。
女性が大きいバイク乗ってるとすごい自分を持ってる人に見えますよね。ね、バイクはね、車よりもやっぱりちょっと強いですよね。自分で撮ってると自分の入れなんないですよね。どういう感じのハンドルがいいですか？もうなんかいい感じ。じゃあ、はい、何枚か撮ってるんですか？格好がめちゃめちゃかっこいいですね、うん、もうバシッと決めて。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。これシャッター速度遅くしてるんですか？夜景モードのちょっと明るくできる、調整してくれてる。なるほどなるほど、はい、だからちょっと遅いですね。了解しました。あ、かっこいいな、おい。なんか写真撮るのハマってきたな、なんかちょっと低めから狙ったアングルを何枚か。どうですか？あ、本当ですか？はい、よかったです。写真撮ってあげました。かっこよく撮りました。はい、じゃあ清水さん、また連れてきていただいてありがとうございます。ありがとうございます。